1> 第1回まだ。<laughs> そうだ。出せてないですけどね。<laughs> 現時点ではまだ。あそうですね。幻の第1回の続いて。はい。第2回の方もやっていきますか。いきましょう。そうですね。どうですか<ー>最近は。そうですね。マスケさんの方はどうですかちょっと、今日遅れてしまいましたけどね。はい。<laughs> あの、今日、ちょっとね、 いい感じで、ちょっと行ってたんですけど、仕事が。はいはい。最後、バグが見つかって、見つかってというか、なんでうまくいけんねやろうなと思って、思ってたんですけど、それが見つかって、直せるかなーって思って頑張ってたら、<laughs> <laughs> 直せなくて。<laughs> <laughs> タイムアップして帰ってきたっていう感じですね、今日は。ああそれちょっと遅くなってしまって、申し訳ないです。そんな期限が迫ってるわけじゃないんですか今、期限迫ってるんですけど、まあ、ちょっと、間に合わずって感じですかね。<laughs> <laughs> 今日は。まあ、まあ、<そ>来週ですかね。そんなギリギリでなければ、まだ時間はありますからね。そう,ねそうですね。まあ結構、慣れない、慣れないというか、 結構新しいことやってるんで。<う>なんですかね。まあなんか結構手こずってますね。いろいろ。うそうそう。あの、世間的に。世間的に流行りの。流行りの AI をやってるんでね。うそう。ちょっと今までは普通の開発やってたんで。結構ちょっと違うんですよね。はいはい、なんかテンションというか、ノリが。 なるほど。そうなんですまあ今まではなんかつ普通に作るだけっていうか、普通にだけ作るだけって言ったらあれですけど。<laughs> <laughs> まあなんか、まあ最終一緒なんですけど、今は割と研究寄りのことやってるんで。<ー>なんか結構なんか、違いますね、その辺は。話題の AI。そうなんですよ。自然を相手にしてるような感じがあって。 ああなんとなくわかります。<laughs> なんかうまくいったりいかなかったりするのが、結構気分というか、テンションで <laughs>、変わってくるみたいな世界が近くて、はいはい、なんか不思議っすね。コンピューターやから毎回同じ結果になってくれよって思うんですけど、意外に、意外になんかうまくいったりゲームがったり。まあ大体僕は悪いんですけどね。<laughs> <laughs> <laughs> まあそんなこんなで、結構面白いですけど。 <お>なかなかうまくいかないことも多くて。それで今日、手こずってたと。結構手こずってましたね。まあでもこの、こう一週間ぐらいずっと手こずってるんですけど。はい。まあなかなかこう、進捗が出ないと、あの、参ってくるというかね。<laughs> そうですね。うん、そうですね。まあちょっと、体調も崩しがちになるというかね。はい。まあそれは、何なん,なんですかね。まあわかんないですけど、割とう。<laughs> <laughs> その何が原因か分かんないですけど <laughs>。やっぱあのー、進捗が悪いっていうを営業して <laughs>。なかなかこう <laughs>、あのー、体調もね、良くないことも。結構そう、そういう精神面が新タイムに出やすいんですか出やすいのか、出やすいと思い込んでるか <laughs>。ありますね、それは。 今までの人生において、そういう傾向あるんですか、うん、まあ、あるでしょうね。お<ー>うん、やっぱり、朝起きて、あわあっていうね、会社行きたくないな、みたいな、<laughs> なってると、やっぱり、お腹痛くなってくるじゃないですか。<laughs> <ー> <laughs> そういうことだと思うんですよね。やっぱり、病は気からじゃないですけどね。はいはい。割と。 なんか自分はあんまりそういう精神的なストレスを抱えない人なんで。でえ、そういうことないっすかあないですね。ええー。なんで、なんか多少イライラしてもそんな課題出たりとかは全然しないっす。ああ。体調悪くなるときはどういうときなんですかは、もう、季節の変わり目とか、ああ。なんすけど、<ー>まさに今ですよね。確かに。 この前めっちゃ寒かったっす、ね、ですねそうっ,たりめっちゃでもないか柔道切ったぐらいの朝とか寒かったりでもなんかある日はちょっと暖かくなったりとかはいはいはいまさにまあこれから冬に入ってってなんか風とかも流行ってくるだろうしうんうんうんまあでも、うん、あの自分運動始めて格闘技始めて2年くらい経つんですけどはい、はい、あもう2年やってんすね そうですね。2年、もう2年半くらいかな。えー。なんかそっから明らかに体調変わって、よくなりましたね。<う>風邪とか、なんか定期的に必ず引いてたのに、そこまで引かなくなったし、えー、なんか生活リズムも良くなったし、えー、明らかに変わりましたね。そ生活リズムはなんで変わるんですか格闘技。あの、クラスの時間が決まってて、 あ日曜の昼から、なんだろう、スパークラスとか、うん、あとまあ、夜のこの時間から、なんだろう、あの技を教わるクラスとか、決まってて、それに向けて絶対起きるから、なんか、昼夜逆転した意味不明な生活リズムとかにはなんないですよね。なるほど。週何回行ってるんですか週3行ってますね。ああ、日。えーと、か、 木、日朝からつくか川木は夜かそうっすね川、木は平日なんで夜で日曜は昼からかなでもそれでいうと日曜日にじゃあその長いこと土曜日の夜はい、はい、遅くまで遊んでみたいなのがなくなったみたいなそうですねあ,あとやっぱ体を動かすと なんか、ちゃんとした時間に眠くなるというか。ああ、なるほど。そういうのがありますね。結構ハードなんですかハードですね。なんか、スパークラスとか、なんか、まあ、スパーって分かります <laughs> スパーリングっすよね。あ、そうです、そうです。やったことありますよ。その、まさに、まあ、ボクシングとかと同じスパーリング。うんうん。なんですけど、まあ、打撃はないですけど、まあ、それ結構ハードなんで、はい,はい、もう4分くらい動いたら結構ヘロヘロになるくらい。 え、それを何ラウンドかというかやるってことですか、はい、そうですね。1日5、五ちょいくらい、えー。え、試合の時って15ラウンドとかやるんですかいやボ、ボクシングとか、あと,と全然違って。<laughs> そうなんですね。<laughs> 試合は5分くらいですね。5分で終わり。あ、そうなんだ。どっちかというと柔道とかに近いかもしれないです。時間間隔は。あれ、格闘技何やってるみたいなえっと、グラップ、グラップリングですね。前回言ってなかったっけな。 ああ、確かに、ちょっと言ってた気もしますね。その、まあ、すごいマイナー、まあ、今はマイナーで寝技の格闘技なんですけど、うんうん。ま、それやってまして、まあ、結構動くんで、ずっと動くんで疲れるんですよね。うん、5分間。そうですね、5分間、4分間くらいかな。えー、え、柔道とかと同じ時間スパンですかえ、どういうことですか <laughs> なんて言うんですか試合の時間というか。<laughs> 試合、 まあそうです試合4分間あったらもうどっちか勝つまでうんなんか相手からタップ取ったらそこで終わりますけど勝つか負けるかどうやって変わる決まるんですかそれはルールによるんですけど、うん、大体はあのレスリングとかと同じでポイントがあって、うん、相手を倒したら2ポイントとかこのポジション取ったら3ポイントとかいうポイントがあって<ー>それがまず1つあるのと あと、それは、あの、試合時間が終わった時に使われるんですけど、うん。もうその前に、あの、相手がタップ奪えば、その時点で勝ちみたいな。タップっていうのはギブアップですね。ギブアップが。はい。ああ、なるほど。なんか、スケ<う>さんの方は運動してますか僕は、結構やってるんですよ。ほう。半年ぐらい前から。はいはい。最近っすけど。 プール毎週行ってて。<お>まあ、それが一回と、トレーニング週に一回。どういうトレーニングっすか筋トレっすね。え、ウェイトトレーニングっすかいや、ウェイトほどじゃないかな。まあ、あの、会社の、はい。会社で、はい、あの、ジムがあって、<お>トレーニートレーナーがいるんで、えー、その人に教えてもらうっていうか、 30分だとね、ほんと一瞬なんですよ。<う>まず、ストレッチして。はいはい。ん、何ストレッチして、あのー、コアヌードルっていう。ツールがあるんですけど。なんか、背骨を休める唯一の、あの、マシン、マシンってかその、なんて言うんですか。なんか、 柔らかい布みたいなやつなんですけど、日<う>本、筒がこう日本な、並んで、そこに、はい、あの、寝転がるんですよね。青向けに。<ー>で、そうしたらあの、背骨が休まるっていうんですけど、そのコアヌードルで、あの、体幹を鍛える。<う>それをやって、で、その後筋トレ始まるって感じですね。で、筋トレもなんか、いろいろやるんですけど、 あの、バイパーっていうなんかつ重い筒みたいなの持ったりとか、はい。あとはキネシスっていうなんか300万ぐらいするマシンがあるんですけど、たっけそれがある、置いてあるんですね。その、ジムに。えー、で、それは結構重さとかを結構いろいろ調節できて、で、なんか、いろいろ、胸筋とか、スクワットとか、なんかいろんな角度から、あの、 鍛えられるお<ー>そういうのがありますね。いいっすね。そう。で、それをやってるかな。ま、毎週。と、あとは家で、プリズナートレーニングっていうのがあって。知ってます知ってます。ますあれ。自重で。<laughs> 自重です。ですよね、そ,うそうそうそう。あの、要は、囚人が、はいはい。あの、牢屋牢獄で、トレーニングするのに、 マシンとかそういうのないから、できるだけこの自重で、トレーニングできるっていうのを開発したみたいな。なんか確か、その著者の人は、すごい長い間、30年ぐらい、投獄されてたんか知んないですけど。<laughs> すごい重罪を犯した人ですね <laughs>。<laughs> いや、そうっすね。確かに <laughs>。 あんまそこか、考えてなかったですけど、重罪 <laughs>。重罪を犯した人が30年かけて培ってきたノウハウを。これ一人の殺人ではないですね、それ。ウウね、結構殺してますね、それ。30って。プリズナートレーニングの作者は何をやったんですかね。<laughs> 圧倒的な強さを手に入れるっていう。なんか、でも、この人あれなんですよ。あの、 プリズナトレーニング、ポール・ウェイドっていう人が書いてるんですけど。あ、なんか外国人ですか外国人です。えー、多分、偽名なんですよね。あ<ー>多分。うん。で、あの、カマイラストが、グラップラーバキのあ<ー>、ビスケットオリバが。<laughs> カバー、それが、カマーイラストなんで、多分、こんな感じの人だったんでしょうね。えー <laughs> 30年もや,らやり続けたらそらすごいことになるよっていうもしくはまだ刑務所いる可能性ありますね <laughs> <laughs> 刑務所から書いてる可能性がありますよこれまさにビスケットオリバーすね <laughs> オリバーも確かたまにうまいもん食いたい時だけあの現実世界に出てきてまた牢屋に戻る <laughs> えバマキって読みましたいや僕読んでないっすマ <laughs> キ読んだほうがいいっすよでも 作者に会ったことあるっすよ <laughs>。え、そうなんすかなんかその格闘技のちょっとしたつながりで、姿を見たことありますよ。板垣さんでしたっけ、はい、そうです。えじ、ー、ゃ <laughs> てもう、何年前だよもう5年以上前ですけど。えー、ムキムキなんすかいや、ムキムキではなかったっすね。あやっぱり、そうなんですね。はい。いや、その、だからその、フリーズートレーニングは、その、30年かけて。30年やったかなちょっと適当なこと言ってますけど。えー。なんかやっぱり、 凶悪な囚人たちが、やっぱりこう自分守るためには鍛えないといけないっていう、その実利というか、その僕ら、僕、僕らというか僕だけなんですけど、<laughs> はい。なんかちょっとやったら、ちょっとなんか鍛えようかなーぐらいのテンションじゃなくて、やっぱりもう強くないと、やられると。ああ、もう。いうそう、世界観なんですよね。アメリカの刑務所ならさらにそうするそうでしょうね。 多分なんか、やられるんでしょうね、本当に。<laughs> 文字通り。つってもちょっと、プリズムブレイクの世界観しかわかんないですけど。そうですね、僕もその世界観なんですけど。<laughs> それをイメージしてますけど。<laughs> <laughs> でもうすごい弱っちいやつが入ってきたら、まずこの人に弟子入りして、<laughs> あの、いろいろ教わって、っていうなんか、やつらしくて。で、結構良くて、これが、なんか、すごい、簡単なやつから、 やってるんですよね。そのメニューが。<お>だから、いきなりそのプッシュアップとかの腕立て伏せとかも、床に向かってやるんじゃなくて、壁に向かって、ウォールプッシュアップっていう、壁に向かって立って、壁に向かって腕立てをするっていうのから始めるんですよ。はいはい。それぐらいやったらできるじゃないですか。簡単やから。そうですね。そういうので始めて、 で、関節をちゃんとこう鳴らしていくっていうのを、なんかちゃんと言ってて、それをやっていくと、ちゃんと続くし、本当に強くなると。強くなる。私は言ってますね。自重でやっていけと。強さ大切ですね。<laughs> 生き残るために。ええー。で、それをまず、そう <laughs>。で、僕はその、すいません。僕はまずそれを、 まだ、ウォールプッシュアップの段階で、1ヶ月ぐらい。もう2ヶ月ぐらいになるかなやってますね、毎週。え、あの、普通の腕立てできるんですかまあ、できますよ。かろうじて。かろうじて。<laughs> <laughs> そうなのか。かろうじてですね、今のところ。意外と腕立てできない人いますよね。<laughs> いやー、難しいですね。離れてないと。 膝つ、膝ついても結構苦しいんですよ。やっぱり。そうですね。うん。ちゃんとこう、体をまっすぐにして、結構体幹を動かさずにこう、やるみたいな、はい。じゃないですか。はい、そういうのは結構難しい。確かに。うん。自分は、いうん、はい。自分は格闘技始めてから、はい、その練習だけで体重6キロ、7キロくらい増えましたからね。あ、本当っすかはい。 元々、痩せてるんですかそうですね。格闘技やる前は結構痩せてたんですけど、おリりがいだったんですけど、なんか今は、その練習だけで7キロくらい筋肉つきましたね。うん。プロテインとか。プロテイン一時期飲んでましたけど、今は飲んでないですね。うんえー、え、それだけで普通に。はい。体重が増えていってるってと、はい、増えました。ええー。格闘技の中では何でかっ 筋トレみたいなのやるんですかまあやっぱそのスパーとかでだけなんですけど筋トレは特にほとんどしないですけどへえ、うん、その技の練習とスパーだけでへえそうなんだ7キロも増えましよ、えー、すごっえっ縄跳びとかもしないんですか <laughs> しないっす <laughs> イメージなんですけど縄跳びとかもう走ったりも僕はしないっすねへえー、あのー、丸い上から天井からぶら下がっててはい あのゴムボールみたいなやつを、はい、こう、なんていうんですか。猫パンチみたいな感じで、こう。あはあ、僕やるやつあるじゃないですか。<laughs> <僕>そ,うそうそうそう。そうああいうのもやらないってないです。僕、打撃はやらないんで。あ、そっか。はい。じゃあもう完全にその技の練習だけで。そうです。そんなに伝わるんですね。そう,すそ,うすそうですねど,どこが伝わるんですかう,です、ね、うーん。上半身ですね。うん。肩のあたりとか胸のあたりとか。 そこに筋肉つきましたね。なるほど。足はあんまついてないです。そこまで。はいはい。あ、じゃあ、上半身が。上半身ですね。なるほど。まあはい、それで、あれですね。生活リズムを改善して。そうです。いや、すごいいいですね。僕は全然変わんないですね。マジっすか。最初の話しちゃいますけど、体調も全然特に変わらないですし。何が足りないんだろう。いや、何ですかね。 なんかもっと追い込んだらどうすか <laughs> もうはーはー、はぁはぁントレスああ、もう死ぬ、みたいな、そんくらいまで <laughs> 追い込んだら、また変わるかも。全くそんなことないですね。やってないに等しいかもしれない、ね、それで言うと。<laughs> プールもまあ、疲れますけど、結構いいトレーニングになりますけど、ああ、もうやべえ、みたいな。そんな、そんなんならないですね。あの、1>, ななね、1キロぐらいしか泳いでないんで、しかも平泳ぎで。はいほう だから、もう全然余裕っすよ。<laughs> <laughs> そろそろやめるか、ぐらいの。その、会社でのトレーニングもそこまで追い込んでないってことですかもう30分なんで、はい、あ、もう終わりみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そんなもんんすよ。<ー>だからやっぱり、全然違うんやろうなとは思いますけどね。うん、自分はそのスパー出たらもう、はぁはぁなって、あーやばい、もう吐くみたいな。<laughs> <laughs> やめたいってならないですか、それいや、でも、タップ取ったら気持ちいいんですよね <laughs>。ああ、勝てるとってことですか、すね、試合とかあと、試合勝ったりとかあと、技を習っていくと、やっぱ自分が上達してるっていうのが分かって、<ー>上達を感じるのがまた楽しいですね。なるほど、でも相手がいることじゃないですか、一、はい、人じゃできないですよね、多分そうですね。 なんでジ,<ー>ジム通うしかないし、格闘技のジムに。はいはい。あ、一人では練習にならないってことですよね。まあ一人でもやれることはあるんですけど、まあそれはなんだろう、うん、技の研究とか、YouTube 見て研究するくらいで、うんうん、やっぱなんていうか、その技を試したりとか、上達するためには、やっぱ相手がいないとダメですね。なるほど。はい。上達は、なんていうか、人と一緒にやったら、 感感じじるって感じですか、うん、そうですね、技を習って、その技が実際、そのスパーで使えて、タップ取たりたいとか、今まで勝ってなかった人に勝ったりとか、うんそういうので感じることができます、ね。なるほどなんで格闘技やろうと思ったんですか、まあ、自分が中学生の頃に、なんか学校の授業で柔道をやって、結構楽しくて、まあ、そこか,、まあ、からどんどんあの、昔やったプライドとか、格闘技とかいろいろ見て、 どんどんはまってってその先に行き着いたのがあの今やってるグラップリングってやつですねなるほどあじゃあもともと好きで、はい、そうですねでも大学時代もちょいちょいやってたんですけどねでもなんかん<ー>あの社会人になったら飽きちゃってそれを機にでしばらくしてもう一回再開しようかなと思ってもう一回やったらすごいはまったっていう感じでした、ね、いいっすね、はい、体調も良くなってそうです 精神面、やっぱり、あれですか。精神が、ちゃんとこう集中できないと負けるみたいな。ああ、それもありますね。メンタルスポーツ。はい。メンタルスポーツ、マインドゲームなとこもありますね。なるほど。読み合いみたいな。ああ、まさにあります。なるほど。はい。もともとあれですもんね。格ゲーやってるから。格ゲーやってましたねそ。そういうところはやっぱ強いんじゃないですか。なんか多少通じるとこはありますね、<う>確かに。 相手がこうやってくるやろな、みたいな。あります。はい。いいですね。や、間違いなくグラップリングの方が自由度が高いですね。まあ、そうっすよね。はい、ゲームの中でやるのとは、ちゃいますもんね、はい。なんか結構と、<や>なんかリアルの格闘技は、突飛でもない技とか使いたいするんで。反則とかないんですかなんでもあり。ああルールによりますけど、反則は必ずありますね。目つぶしとか。あ、そうっす。噛みつかんだりとか。<laughs> 噛みつくとかああ、そうです。そういうのも反則なんですけど。なるほどはい。打撃も反則ですかああ、打撃も全部禁止です。うーん。最後週、なんか何でもありのやつもありますよね。何でもありのもありますね。いわゆる総合格闘技っていうやつ。総合格闘技に反則はないんですかあ一応ありますね。噛みつくとか。そうです。噛みつく。目つぶし。噛み引っ張るとか。 そういうのも全部取っ払ったら、んまバキのせってやつはないんすか <laughs> あ<ー>あか。いや、ないっすね、さすがに。己の肉体さえ使えば別に何でもやっていいよいう。<laughs> もうそれ殺し合いっすね。<laughs> <laughs> <laughs> スポーツを超えてる気がしますよ。<laughs> 確かに。確かに。過激なのはないかな、もう。ないっすね。そっか。最終はどこまで目指してんすか最終。 え、今のグラップリングですかそうです。なん、うん、ちょっとわかんないな。<laughs> うん。もうできればこの階級最強まで目指したいですけど。なるほど。でもまあ、年収量とかいろいろありますからね。まあ、そうですあくまで僕は趣味の範囲なんで。<laughs> まあ、オリンピック。はい、オリンピック。あ <laughs> と2年、ね、なんで、なんとか。はい、採用されたらいいですね、オリンピック。<laughs> もうでも決まってんじゃないですか、ね、あ<ー>2020年の。 に、ね。東京は決まってますね。ですよね。その次、ですかね。ああ。まあ次の次か、まあそんくらいに <laughs>、あればいいっすね。じゃあまあその時には出れるようにしてもらって感じですかね、はい。その時もトップ張ってるように。<laughs> トップ張ったらさすがに出れるんじゃないですか、<っ>代表で。まあ、ありえますね。いいっすね。貼れるかな、トップ <laughs>。<laughs> 階級とかもあるから。そうなんですよ。階級あるやつで、 そっか、柔道とかは当然種目ですし。はい。他なんかありましたっけ格闘技系のオリンピック種目って。レスリングとか。あ、レスリング、そっか。あと東京から空手も入りますよね、確か。空手。空手って空手空手。何空手ですよね。肩とかじゃないです、ね、あ<ー>空手の,方の肩みたいなのもありますよね。肩も、あの、その、なんだろう。手を合わせるやつもあるらしいですようん、組手あ、そうそうです。はい。 なるほど。そうか。じゃあまあ、4年、あ6年後六年、ね、<laughs> まあ、そんくらい。真、は、帆、い、さんがオリンピックに出たら、応援行きます。はい、ということで。頑張ります。<laughs> 最初、なですかね、まあ、これちょっと一個テーマ終わったってことにしますかね。はい。体調の話と。はい 人生において大事ですからね、体調は。もう、ほんとそうです。運動した方がいいです。<laughs> いや、そうっすね。社会人だったら特に運動しなくなると思うんで。うん。しなくなりますね。そそれなんだろうな、でもな、運動って、僕やっぱ変わったことないんですよね、運動してなんか良くなったっていうのが。うん、なんでだろう。なんでなんですかね。ちょっと追い込みが足りないのかな <laughs> やっぱそれじゃないですか。<laughs> <laughs> でも実際、 運動者疲れるじゃないですか。はい。だからやっぱ体力温存しようみたいなことを思うわけですよ。<ー>土日とか。やっぱり。ほう。でもそれが良くないんじゃないかなっていうのも実際あって、<ー>意外にこう、旅行とか行って、その、運動す、運動するじゃないですか。やっぱ歩くとかもそうですし。はい。まあなんか運動、なんか泳いだりとか。まあ夏やったら泳いだりするじゃないですか。はいはい、で、めっちゃ疲れ果てて、 寝たりすると、意外に次の日めっちゃ早起きできたりするみたいな。はいはいはい。なんか疲れ果ててるからずっと寝るみたいなことってあんまないなと思って。まあ、旅行先やからってのもあるかもしれないですけど。なんかだから、そういう経験で言うと、確かに運動が、そのいい休養に繋がるんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ったりしますけどね。自分もスパーでも、うん。 出し切りますけど、うん、次の日そんな疲れてやべえわとかないですね。ああ<ー>。なんでむしろ。しろこう、う元気みたいな。あそうです。ああ。確かにそれはあるかもしれないですね。寝続けると、やっぱ次の日とかもしんどいですからね。なんで、もう、すけさんも運動するときは出し切る。<laughs> なるほどね。<laughs> それじゃやっぱ出し切るには、やっぱちょっと楽しくないと無理やなと思ってて。 プールはね、楽しくないですよ。<laughs> <laughs> 本当に。うん、全く面白くなくて、なんか、なんていうんですか、ずっと数えてて、<laughs> 今何回、何往復目かな、みたいな。<ー>そのなんか、それを数えるのやめると、忘れちゃうじゃないですか。はい、それ嫌やから、ずっともう今、1回目、1回目、1回目、2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 回目、みたいな。<laughs> あとは、<laughs> なんかずっとそれしか考えてなくて。うん。なんかもう、で、やっと40回やってって、20回か。20往復はい。して、で、それで1キロをで、あ、終わった終わった終わった、みたいな。<laughs> 感じなんですよね。<laughs> いや全然面白くなくて。うん、まあなんか面白いスポーツやるのがいいかもしれないですね。そうですね。なんかモチベが必要ですね。うん。 やっぱ一人でできる方がいいかなっていうのはあるんですよね。さっきの格闘技やっぱ二人いるじゃないですか。はい、だから、面白い。一人でやってても面白いやつがいいなとは思うんですけど。なんだろうなランニングマシンとかは。<laughs> 一緒っすよ、多分。<laughs> まあでも、記録つけるっていうのが、いいんかなと思ってるんですよね。ああ。 こう今日はこんだけ走ったとか、こんだけ泳いだとかそうそうそう。そう。だからプールも自分の記憶じゃなくて、自動で何メートル泳いだって撮ってほしいんですよね。そ,<う>それができればもう、なんていうか、ずっと忘れてられるじゃないですか。その <laughs> <laughs> だからその、いろいろ考えながら、はい、あの、泳げれたら、結構その、時間つぶしじゃないですけど、 にはなるかなとは思ってて。あるいはその、ポッドキャスト聞きながらとか。そう,だかそういうのができたら、すごいいいなと思うんですけど、だからランニングとかは多分それできるじゃないですか、普通に。そうですね。走りながら音楽聴いたりとか、まあちょっと危ないかもしれないですけど、はい、外でやると。まあ、ランニングコースとかで、はい、そういう、その、車が通らないところで音楽聴きながら、走るとか。 僕、でもランニングそんな好きちゃうんすよね。<laughs> プールの方がまだ好きで。でも、プールの方がなんか、<laughs> 結構全身の筋肉使うとか、ね、そうそうそう。そう思ってるんですけど、今のところ、ちょっと効果目に見えた変化ないですね。うん、なんか、アップルウォッチ、はい、はいはい。で、なんか、防水ちゃんとついてて、撮、はい、れるらしいんですよね。あの、 しかも、泳ぎの型とか、平泳ぎとか、クロールとかも、なんか取れるらしくて、すごい。それはちょっと気になってる、ますね。それが使えたら相当いいなと思って。やっぱりこう、記録が溜まっていくっていうのが僕やっぱ好きなんで、プールだけじゃなくて、やっぱり、この前も日記の話ちょっとしましたけど、やっぱこう日記書いて、あの、 手書きとかねノ、ノートにこう取っていくとノートが溜まっていくじゃないですか。はいはい。そういうのを見て、ああ、俺頑張ったな、みたいな <laughs> やっぱりこうモチベーションにはつながるんで、プールとかもちゃんとそういうのがトラッキングしたやつが自動でトラックされて残っていったら、それが一つモチベーションにはなるかなとは思うんですけど。そうですね、うん。まあでも単純にやってて面白いのがいいなとは思うんですよね。むしろ逆に1時間で何往復できるかとか、 ううああ。タイムアタック的な。もう、なんだろう。そう、もう、常に全速力で泳いで。いやー、めっちゃ疲れますよ。<laughs> そんくらい追い込んで、<laughs> やったら。いやー、持たないんですよ、それやると。<laughs> 50メートルで、多分僕も終わっちゃうんですよね。<laughs> 片道で終了。<laughs> いや、そう。いや、本当そうで。だから、できるだけ疲れない泳ぎ方で、 距離を泳ぐっていう、そういうスタンスなんですよね。じゃあ、やっぱそこじゃないですか。もう。でも自転車がいいかも。自転車いいっすね。自転車僕結構好きなんですよね。はい、だ昔、ビアコ一周しましたし。はいはい。チャリで。ママチャリで。なんかリアル。すごい大変だ。リアルチャリでもいいですし、もしかしたらこの、なんていうんだろう。ああ<ー>トレーニングの。そうす。トレーニングジムにあるような。 僕、トレーニングジム、やってたんすよ。去年の。九9月ぐらいに入会して。はい。大会したんすけど九9月に入会して、1月かな ?2 月ぐらいに辞めたんですよ。じゃもう三ヶ月ぐらい。5ヶ月ぐらい。あそんくらいで。うん、5ヶ月ぐらいで一旦2回ですよ。ジでめっちゃもったいなかったなと思って。確かに。全然いかなかったんすよ。安くないっすもんね。 めっちゃ高いですよ。だって <laughs>、6000円なんですよ、1ヶ月。<ー>まあ、それでも安い方だと思うんですけど。そ,ね、その、6000円で5ヶ月で3万円。<laughs> で、2回っすよ。1回1万5000円っすよ。高い。今のパーソナルトレーニング、あの、トレーナーついて30分教えてくれるやつで、はい、まあ会社の割引がすごい効いて2000円ぐらいでやってくれてるんですよ。<ー>めっちゃ安いじゃないですか。はい。 それと比べても1万五千円で一回いしかも、およ、あのー、ランニングマシーンちょっと走って終わり。<laughs> <laughs> おまもったいないなと思って。やっぱ、この、追い込まないとダメですね、自分自身を <laughs>。いや、そうっすね、はい。でも追い込むほどやっぱ楽しくないとちょっときついんじゃないかな、はい。やっぱそうなると格闘技良くないですか <laughs> 楽しさがあるっていうの <laughs> それは、マゴスさんが格闘技好きやからっすよね、はい。多分。そうっすね。まあ、やったことないからな。<う>やったことないことないな。あるんすよ、僕。あるんですか格闘技。はい。スパーリング、この、まあ、やったって言う、言ったじゃないですか、はい、さっき。あれ、僕、エタイやったんすよね。<laughs> 結構ハードっすね <laughs>。<laughs> タイタイに行ったんすよ。えー、大学の卒業旅行で。はい。で、 そこで、エタイやろうってなって。<laughs> ちょっとガチすぎませんそれ。<laughs> <laughs> なんか、ムエタイじゃないですかタイといえば。まあまあ、国技ですからね。あの、ガイドとかにも載ってるんですよ、ムエタイ。えー、でも大体ムエタイ見に行く方が多くて。はい。まあ、感染はいはい。あの、バンコクとかでムエタイの感染しましょうみたいなのがガイドブックに載ってたりするんですけど。なん<ー>か一応なんか体験もあって、<laughs> <laughs> ジム、ジムに入るっていう体験コーナーみたいなのがあって、はい、行ったんですよね。したら、ガチやったんですよ、マジで。<laughs> <laughs> ほとんどね、僕らしかいなくて。もうちょっと嫌な予感しかしないですね。<laughs> 最初なんか縄跳び渡されて、<laughs> 縄跳び飛ばされて筋トレして、 無礼体のなんか体験とかほんまなくて、基本的にジムの。普通にトレーニング。レッスン、そう。で、女の子、ちっちゃい女の子いたんですよ。あの、体、はい、体人の。いますね、なんか小さい子でやってる。めちゃくちゃすごくて。<laughs> あの、なんていうんですか、あの、サンドバッグ、欠点ですけど。はい バチコーン <laughs> すごい音で、ね、蹴り上げてて。はいはい。ん、でも、僕らそれ見てやばないみたいな。<laughs> でもとりあえずなんか飛ばされて飛びあの、ジャンプさせられて、飛んでみろみたいな。アートにされて飛んでみろみたいな感じで。で、なんか、事務長、事務の、事務のオーナーみたいな人が、 まあお前らちょっとスパーリングしてこいみたいな感じで。<laughs> いきなりそれ危ないっすね。友達と。縁すぎる。うん、友達とスパーリング何も知らん状態で、やったんですよ。で、ムエたいでしょう。はい。だからなんかテーピングぐらいしかやってないっすよ。ああ<ー>。手に。はい。まあ一応なんか、あれか。なんかボクシングのグローブみたいなやつつけて。そうっすね。足とかは特に何もつけてない状態で。はい、でも、ムエたいって蹴るじゃないですか。はい。 僕思いっきり蹴ったったんですよ。<laughs> 危ない。そあいつ、そ、そいつももう別に、ただな、ただ蹴られてるだけじゃないから、ガードしたんですよ。<laughs> そのガードした必死のところに、僕の蹴りが思いっきり入って、僕のね、足の甲が、バチコーン言って、<laughs> めっちゃ痛かったんですよ。 で、そうでいったーと思って。しばらくしたらめちゃくちゃ腫れ上がってきて。はい。靴履けないぐらい腫れ上がって。<laughs> 何やってんのやろと思って,思って。日本でもスパーリングするときは、なんかレガースつってあっちになんかつけますね。そんな素足で切るなんてないっすよ。いや、素足でしたよ。完全に。<laughs> もう、それがもうタイ、タイというか、タイのクオリティというか。 本気っすよね。大札、はい、が、<ら>本場怖いっすね。本場怖いっすよ。で、その後、で、なんで、先に俺らやってから、なんか危ないなって思ったんか知んないっすけど、はい。ちょっとやめろ、お前ら、みたいになって。<laughs> 止められて。で、その、なんていうか、ジムの、通ってる人と一緒にスパーリングして。<ー>もう、それもまた無慈悲で。無慈悲。 <laughs> 無慈悲に前蹴りみたいなのやってくるんですよ。ああ、無たい得意ですね、それ。そう。前蹴りなんか受けきれないじゃないですか。はい、僕受け方も知ないし。何も教わってないですよ。<laughs> こっちは。まプローさせられただけですから。<laughs> <laughs> 無慈悲にこう、溝落ち蹴られて。<laughs> 悶絶。つ <laughs> らいっつって。<laughs> いや、ボディ効きますからね、ほんと。 いやーやばかったっすね。だからあれ楽しかったっすけどね。楽しかったけど、ちょっと、しんどかったなー、はい、格闘技は。日本的にはありえないっすね、それ。<laughs> <laughs> そんなことやるのは。ケリー、ケリーとかやって。<laughs> <laughs> やってくるんですよ、マジで。ああ、煽ってくるんですか <laughs> 煽ってくる。あの、だから日本語も一応、<ー>その日本体験コーナーなんで、<ー>日本語も一応ちょっと喋れるんですよね。ケリーとか。はい。 それぐらいなんですけど。ええー。やばかったな、あれ。もう、ムキムキなんですよ。ね、そうっすね。対人そうそうそう。ほんまだからちょっと、それだけっすよ、僕、格闘技は。はい、だから、格闘技、まあ、やってもいいけど、ちょっと怖いな、って感じ。多分、それで悪いイメージが染み付いてると思うんですよ。そうっすね。<laughs> 日本では絶対ありえないパターンなんで <laughs>。 <laughs> 日本で格闘技ってどんな感じですかなんかでも、ファッション格闘技みたいな人がいっぱいいる。ああ、いや。いるのもあるんじゃないですかい,いわゆるボクサーサイズみたいな。はいはいはい。ミッドを殴ってみたいな。サンドバッグ殴って。うんうん、まあ一応先生からストレートとか、ジャブとか打ち方習ってみたいな。はい、それくらいのもたくさんありますよ、うん。それぐらいでまずやるっていうのがいいのかなそうですね。なんかもし楽しくなってきたら、スパートがちょっとやったらいいかもしれないですけど、うん。まあそれは必須ではないと思います。 なるほど。はい。やるなら何なの空手とかちょっと興味ありますけどね。空手は結構厳しい気がしますよ。<laughs> <laughs> 厳しい。なんだかんだ日本の伝統なんで、<ー>なんかそういうのが、なんだろう、特有の厳しさがあったりするんじゃないかなって僕は思いますけどね。なるほど。はい。私スポーツチャンバーやってましたけどね。ます<そう> <laughs> 知ってます。<laughs> <laughs> なんか好きな武器選べて分回すやつですよね。<laughs> <そ> <laughs> 好きな武器ってあったかななんか,なんか柔らかい、なんかスポンジみたいな剣なんですよね。はいはい、長いのと短いのがあったかななんか僕の記憶だと二刀流とか薙刀みたいなのがあったりとかし、<も>あったかもな。でも、種目感ではなかったっすよ。短いのや短い同士やった気がしますけどね。えーえー、違ったかな 僕も結構やってたんですよ。ちっちゃい頃。結構ガチでやってたんですかスポーツチャンバラ。結構やってましたね。えー、ガチではないんですけど、2>, はい、2年か3年ぐらいはやってたんじゃないかな。お,<ー>お父さんと一緒に。であの、銅メダルも取りましたよ銅メダル <laughs> あのね、村田兄弟ってのがいて <laughs>。<laughs> <laughs> 村田先生っていうところの道場に僕は通ってたんですよね。はいえー その村田先生の息子たちが強すぎて。はいはい。その村田兄弟には全く勝てないんですよね。<laughs> その村田兄弟が金銀取るんですけど、その次に僕が入って、銅メダル。えー、村田兄弟に勝てないけど、その次には勝てたみたいな。その地元の大会みたいな。そう,そうそうそう。えー、まあだから、区大会みたいなやつですかね。はい、区大会、県大会みたいなのないのかなわかんないですけど、まあそんなは流行ってなかったんで、 あの、ちっちゃい大会でしたけどね。<ー>階級とかないんかなよくわかんなくないんですけど、子供の部みたいなやつは、はい、多分全部一緒だったんで、僕多分小4とか小3の頃やってたんですけど、幼稚園児みたいな人も <laughs>、対戦相手来るんですよ。<laughs> いいんかなこれみたいな <laughs>。もう思いっきりぶっ、ぶったたいてやりましたよ。<laughs> 子供でもう括りみたいな <laughs> そうそうそう、えー、すごい大概やなと思いながらもうバチコーンって <laughs> あの身長差を利用してあのたたた勝ち上がって銅メダルすごかったなあでも今あ,あれも楽しかったですけどね今スポーツシャンバーの道場とか聞かないっすね <laughs> あるたじゃないです、ね、あるんかな <laughs> 結構ね、面白かったっすよ。<laughs> どこを打ってもよいが、どこを打たれてもいけない。へルール。えー、<laughs> どういうことじゃあ、審判がこう見張ってるわけですかなんか当たんないかなみたいな。どういうことなんですかね一対何で戦う対戦から。<laughs> 一人対多人数、多人数対多人数といった多人数対戦の乱戦。<laughs> そんなの前すより人数を増やして30人対30人や五 <laughs> 50人と50人の合戦といった対戦方式もあるとか。<laughs> すごいな、これ。本当と合戦ですね、それ。<laughs> これちょっとやってみたいわ。困難 <laughs> ではなかったですね。1対1しか僕やんなかったっす、ね。えー より遊び心付き加えた30人程度で行い、<laughs> 周りにいる全員が敵を想定して戦うサバイバルの <laughs> パトルロワイヤルがある。<laughs> すごいスポーツやな、これ。発展しますね。いや、すごい、ね。これらの獲物、いろんな獲物。ああ、やっぱ獲物、いろいろあるんですね。二刀の部。あ、でも部がやっぱ分かれてるっぽいですね。えー、三刀の部。小立ちの部。 いや、これあれでしょうね。この考えた人も、いろんな武器作ったら、<laughs> それ売れて、儲かるわって思ったんでしょうね。多分。なんか人気出るかなって思って、考えたんでしょうね。<laughs> 確かに。スポちゃんって言ってたわ、そういえば。スポちゃん <laughs>。言ってたな、懐かしいなやろうかな、もう一回。スポちゃん。いいっすね。一回くらい体験し、みたいかも。 いや、ちょっと合戦はちょっとやりたいですね。<laughs> 30人対30人計60人集まるかっていう。<laughs> <laughs> <laughs> すごいぞ。これ50人対50人はマジで合戦ですね。<laughs> 誰がこれ判断すんやろうななんだろう。己の両親に任せてやんないとずっと戦ってやつがいそうですね。おましいんだよ、<laughs> みたいな。まあでもなんか今の時代やと、なんかこう、 サバゲーみたいに、光ったりするんじゃないですか。<ー>ピコーンみたいな。なんか、あの、打たれたら。フェンシングみたいにこう、自動で判定できればいいですけどね。うんうん、そうっすよね。でもそんなハイテクな武器になってるんですか <laughs> ス,スポンジの棒じゃないですかあれって。<laughs> そうすね。<laughs> すごいな、俺。いや、これ、すごいぞ。50対50は、相当、 アニメ化されてますよ。アおちゃん対決。<laughs> 妖怪大決戦。なでよ。見てみたい、ね。妖怪全然意味わからんねんけど。見てみたいっすね、それ、アニメ。やばいっすね、これ。相当怪しいな。<laughs> これは。スポーツチャンバーやりますか、今度。はい、機会があればって感じ。そうっすね。格闘技はいいですね。っやってみようかな。いいね、ぜひ。うん もう、かれこれ46分ですね。はい。格闘技の話を。<laughs> <laughs> じゃあ本題いきますか、<題>そろそろ。本題いきましょう。本題な何ですか本題何でしたっけ僕らの。はい、もう一回確認しましょうか。はい。<laughs> 人生を豊かにするっていうのが僕らのやっぱり本題。このポッドキャストの本題。そうですね。 はい。なんかありました最近ちょっと人生豊かにする。人生っていうか。なんだろうな。これやってよかったな、みたいな。これやったら人生変わったな、みたいな。ええー。パソコンのハードディスクを SSD に書いてある。なるほど。<laughs> それは人生変わりやそうです。<laughs> <laughs> そうなんですよ。起動すか起動が早い。え <laughs>、え、え、ハードディスクやったんですかもともと。前はそうでしたね。ハードディスクだったんですけど。 調子悪くなって、ハードディスクの。うん。ほんで、まあちょっと、いい機会だからもう、クリーンインストールして SSD に変えようかなと思って。うんうん。変えたんすけど、まあそれが、もう SSD ほんと起動が早い。ライフチェンジング。はい。何しても早い。<laughs> これがいいですね。何テラっすかえっと、1テラの SSD です。テラ。はい。いくらっすかえっと、一万五千ちょい。 安いっすね、はい。そうっす、安いっす、と。僕も今 Mac Pro 使ってて、はい、250GB なんですよ。SSD なんですけど。はい、もういっぱいで、はい、それが1個原因なんですよ。あの、前回のポッ d キャスト上がってない。<laughs> <laughs> あの、辛<い>音声書き出そうとか、やろうとすると、あー いっぱいですよ、あれですよ。あの <laughs> リスクが。もう相当パンパンですね、それ。<laughs> 無理ってなって。もう1ギガもないんじゃないですか。<laughs> ないんですよ。もうないんですよいや。その、ガレージバンドとかも、はい、ちょっと入らないんですよ、もう。はあ、10ギガとかなんで。だからもうなくなく L オーリオとかも、<laughs> リーグオブリジェンズっていうゲームがあるんですけど、はい、それもアンインストールして、 もういろんなものをアインストールしても足りない。え <laughs> えそんなにいや、本当に。何もね、ないんすよね。今。もう本当に。アプリとかも。結構食うんですね。なんで何で食ってんのかな書類が結構多いのかなでも、そんなにないんすよね。もう、お、なんか消せるもんだいたい消してて。マジっすか。なんか僕はもう、 クリーンソース写真でもう100ギガくらいしか使ってなかったっすけどね。あ、もともとはい。デフォで100くらいなんで。なるほど。250なんだろうっていう。そう、な、何がっていう感じなんですよ。もうだって、この Mac についてっていうのがあって、はい、ストレージ見るんですけど、あと32ギガ。あ、でも結構減ってるな。32ギガまで来てる。じゃあ32あれば、ある程度はできるんじゃないですか。いや、そうなんですよね。 そう。いや、何がこんなに食ってるのかっていう感じ、ね。<laughs> ないんですよね。Mac はデフォでなんか容量食ってるんですかね。Mac 自体がですかあ、そうっす。あるかもしれないな。あ、システムはい。あ、違うかな。どれぐらいあるのいや、ちょっとわかんないな。Mac か。のこのシステムが9 6ギガ使ってますね。 じゃあ、残り150くらいは。あるはずなんですよ。どこに行ってしまったのか。書類が78ギガ。書類が多い。いまあ、26ギガ。<laughs> 書類書類ね。書類見てるんですけど、一番、でか書類って何の書類っすか <laughs> いやこれね、あの、サイズでかい順にね、あの、並べてるんですけど、 はい、アイムービー i、はい、イ o v i ー l i b r a r っていうのがあって、これが2 5ギガあって、はい、こんなん編集した覚えないんですよ、ね。<laughs> ムービービでも消せないなと思って、なんか消すに消せないなと思って、消しないのがあるのと、あとはなんか動画、友達の動画とか、はい、ちょっと消せないなっていう、なんかこうなんていうんですか。思い出の。そうそう。そういう系のやつ。で、3つ目に、 前回のエピソードですよ。<laughs> これ4つ来てて300メガぐらいのやつが4つぐらいボン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 とあって。はい、でもその次もスラックとかアプリケーションになるんですよね。うん、でももうこれの範囲って160ギガとかなんで、百六十メガとかなんで、そんなね、ないはずなんですよね。<う>どこに行ってるんだっていう。残りの70ギガくらいは何使われてるんだそう、<laughs> そうど、どこにあんのっていう。わかんないですよね。なんか見えないですよね。怖いな、なんか。 それがちょっとわかんなくて。あ、でも、ピクチャーとか、あの、まあ、同期してるから、その iCloud の、はい、それがなんか8ギガぐらいありますね。<ー>写真が。あと、ミュージック。ああ、ミュージック。八ギガあるな。でも、それでもまだ、おかしいなって感じ。まあでも、変えようかなと思ってて。はい。あの、ハードディスク増やし、増やして、SSD に。 でもめちゃくちゃ高くて、その Mac Pro の SSD。らしいっすね。僕ちょっとパッと見たら、1TB のやつ、20万ぐらいします。<laughs> <laughs> おかしいやろ、と思って。ありえへんと思う。なんで Mac そんな高いんすかね。なんですかね、企画かな。企画。なんかね、特殊な企画使ってて、へ<ー>それが多分もうね、出回ってないんじゃないかな。ほお。 なんかちっちゃいんですよ。Mac Pro の SSD。そうなんですよ。うん。それが原因かもなーっていう。Windows 比べたら半端なく高いですね。いや、ほんとっすよ。まあだから結構安いの調べたら、6、7万では買えそう。まだ。かな。まだ。一テラ。<laughs> うん。まだ安いっすねいい。まあいいかなっていう。でも結構人生変わりますよね。変わります。 SST。僕も、この、編集とかで、LOL、アンインストールもしなくていいし。<laughs> 確かに。ゲーム系はほとんどインスアンインストールしたんですよね。スチームの。まあ、なくなく。ほんとっ k i キンドルの本とか。<ー>もう、なんか大体、アンインストールしましたし。なんか、もったいないなーと思って。もったいないなっていうか、これがね、全然普通に入ってれば。 便利なんですけど。いやー、確かにな買いたいっすね。s 1>、うん、s、ST、1、1テラ十分っすよね、多分あれは。1テラあれば、自分は今のところ全然余裕ですね。いいっすね。そんなゲームとかバコバコ入れなければ、うん。全然余裕です。なんか、メディアのサーバーとか、 入れたりするんですかあ,ありますねサーバーっていうかその外付けの、はい、SSD みたいなのも使ってるんですかあのハードディスクですけど外付けの持ってますそれは、はい、なんかサーバーにしてるんですかそれはもう完全に Yahoo 単純に USB でつないでるだけですなるほどはいまあそれで十分か僕なんかちょっとあれですね会社とか会社ではあんまないですけど はい。なんか、自分のノートパソコンと、PC と、のデータを、なんかこう、なんていうんですか、うまくやり取りするのに、サーバー化して、やれるといいなとか思ったりしますけど。なんか、別個にサーバー置いといてみたいな。そう,そうそうそう。<お>で、こう、オンラインで、はいはい。あげたりとかっていう。ドロップボックス使ってるんですけどね。<ー>そういう系のやつは。でも、クラウドだとちょっと、 容量足りなくなったらあれかなと思って。なんか、それこそもうわかんないですけど、バコッと10テラとか。はい。<laughs> 例えば。まあでもいいのかな ?S3 とかにあげれば。もう最近は別にいいのかなちょっとわかんないですけど、クラウドで全部やっちゃえばいいのかなまあでも、クラウドより USB 近付けの方が早いと思うんで。うん、まあそうですよね。USB3.0 とか爆速でデータ入れるんで、えー。なるほど。 それで僕はやってますね。逆に僕もなんか今のやつとかも外付けの USB つないででもいいかもしれないですね。それで全然いいと思いますよ。確かに。そのパソコンの中にな,なくていいやつはもう、どんどん外付けのに移動してみたい。うん。それでいいと思いますね。確かに。はい、システムだけ入れて。はい。まあ若干遅いのかな。さすがにゲームとかが外付けに入ってたら。確かに。あれでしょうね。 まあ USB 3.0なら早いと思いますけど、まあでもできないからな。はいはい、でもあんまよくないと思いますけどね。うん。大丈夫。そういう、あの人生って言うと、はい、僕もマシンちょっと変えて。お<う>マシンっていうか、携帯はい。携帯の電池変えたんですよ。ほう。 SE 使ってて iPhone SE。はいはい。あの、電池変えれるっていうんで、バッ,バッテリーを変えようと思って、はい、交換したんですよね。はい、アップストアで。したらめちゃくちゃ、綺麗になって、綺麗になってあの、フィルター <laughs>、はい、フィルムあるじゃないですか、携帯の。 はいはい、あれがボロボロになってたから <laughs> ついでに交換したんですよお<う>そしたら別に電池自体はまあなんか長持ちするようになってよかったなって思ったんですけどそれ以上にあの画面のフィルムがやっぱ綺麗っていうのはいいなっていう <laughs> そうですね見た目分かります分かりますもう全く見えなかったんですよ右上とか <laughs> 汚すぎてはいはいそれが治ったのがすごいまあ人生にとってよかったなっていうのが1個ありますねなるほど iPhone か何使ってるんでしたっけ自分は10ですね iPhone10 使ってますあ 10? はいじゃあ結構最近ですか去年そうですね去年去年ですねまさに発売と同時に買ってはいはいまあ いいですね。いい、うん、どうだろうな。<laughs> なんだろう。まあでも、そんな、超絶いいっていうわけじゃないです、正直。<laughs> <laughs> 特にそんな、フェイス認証でしたっけ。うん。とかも、人によってはなんか遅いっていう人もいますし、なんか暗闇とかだと認識できないとかあったりするんで。確かに。そういう時はあれ、あ<の>パスコードで。パスコードですね。なるほど。 ああれワンパスとかってどうするんですかあれちょっと気になったんですけどワンパスってなんですかあ、ワンパスワードとか使ってないですかいや、使ってないですね。なんだど、どういう時に使うやつですかワンパスワードめっちゃ便利ですよ。た<分>はいなんか、アプリとかインストールする時とか、顔認証でインストールできるんで、なんかそれが代わりになってるかもしれないですね。なる,なるほど、なるほど。 あじゃあ、顔認証でワンパスもログインできるのかな,、はい、なかワンパスって、はい、あれっす、あの、パスワードをマスター管理して、一<お>個だけ、パスワード、マスターのパスワードだけ自分覚えておいて、はい、それで、あ、そういうことか。そう、そはい、あの、ボルトというか、その、ディレクトに入って、それで、いろんなサービスのパスワードを、そこに登録しておいて、<ー>そこから入力できなんか、そこに登録しておくと、まあなんか、 フェイスブックはこれとか、ツイッターはこれとかっていうのを全部別々の覚えにくいパスワードを登録しといてっていうやつです、ねうん。であればなんかその顔認証がちょっと、まあ、完全に同じではないかもしれないですけど、似たような役割になってます、はい、多分。でも結局フェイスブックとかにノグインするときは入力しないといけないですよね。そうですね、あのパスワードを入れる必要ありますね。マゴさんはどうやって管理してるんですか、パスワードを。パスワードを。 えっと、メモってます。<laughs> <laughs> それやばいですメモ直したら。いや、でも、なんか、テキストファイルにメモって、そういうことですね。で、はい、それにパスワードかけてるみたいな。そうですね。かつ、USB メモリーに入れといて、その USB の中にテキストファイルが並んでるみたいな。なうんうんうん。なるほど、なるほど。<あ>で、そこに、あの、入れなくしとくってことですね。まあ、基本的には、そうですね。なるほど。あの、もう物理的に外しちゃって。 なるほどな。はい、だからその、めちゃくちゃ便利でワンパスワード。だからそれと同じような感じなんですけど、はい、最近その、アップデートがあって OS の、はい。あの iPhone の、はい。で、あの、ブラウザ開いてて、なんかサファリとか開いてて、なんかサービスにログインしないといけない時があるじゃないですか。はいはい。で、ログイン画面出た時に、なんかワンパスワードから入力するみたいなのが出てくるんですよ。<ー>で、それ押すと、 その後、タッチ ID やったらタッチ ID で指紋認証したら、その、ワンパスワードから取ってきて、あの、フォームに入れてくれるんですよ、パスワードを。えー。だから、その、入力しなくても、その、ワンパスワード経由で、こう、シームレスに、パスワード取ってこれるんで、すげえ便利なんですよね。なるほど。でも、それが iPhone X だと、多分そもそもタッチ ID がないから、その時にフェイスアイデ i d を代わりにやるのかな。多分そうですね。なる,なるほど、なるほど。 それ確かに。それだけちょっと気になってて。なんかアプリによっては、その、顔認証に対応してるやつがあれば、それで通るみたいな。なるほど。ありますね。いいな、iPhone X。iPhone X 何使、あの、どの機能使ってんすか機能。スイカとか。<laughs> ああいや、ほとんどそういうなんか使ってないです。<laughs> あ、じゃあもう。<laughs> なんだろうな。普通に一番新しいやつを使ってるっていうもうそれだけです。あ、でもいいのは、まあ、たまになんですけど、あの、ポートレートモード。ああ、はいはいはい、はい。写真でなんかそれっぽくプロっぽく、きれいに撮れるってやつ。はい,はいはいはい。あれたまに使いますけど、ほんときれいに撮れますよ。ああ、でもなんかちょっとあれって距離感がちゃんと。そうっす。 出て、出てるやつじゃないとうまくいかないっぽいですね。そうですね。なんか近づきすぎたりしてなんか話してくださいみたいな <laughs> 言われますけど。<laughs> あとなんかちょっとずつ距離遠く、遠ざかってるような。あ,<ー>あのなんかオブジェクトがあると、うまくこう境界が取れないみたいな。はい、ああ、そういうのもありますね。話を聞きましたね。でもうまくパチッとなんか取れたら、本当、えー、プロっぽい。あいい、ね、い<や>あ、いいっすね、いいっすね。そういうのは使ってね、なんか、それでうとなんかカメラもなんか、 はい。ライブモードみたいな、知らなかったんですけど。ライブモードなんか写真撮るじゃないですか。あー、なんかちょっと動いてそうそうそう。あれって音声も入ってるの知ってましたあ、そうなんですかそう。知らんかった。かそう、勝手に音声撮られてるんですよ、あれ。ええー。それとか、<laughs> いつ使うねんって話なんですけど。<laughs> なんか、ありますよね。あとなんか最近の Pixel 3とかは、かなり前から、 撮ってて。ああ、らしいっーム m でやってますよね。やってますね。なんかあの辺のカメラの技術とかは相当、いろいろ工夫してるっぽくて。すごいっすね。でも言うて自分そんな写真撮るときないっすからね。ああ、まあ、観光行ったりとか、<laughs> 旅行行ったりとか。とか、なんですけど。はいはい、あんま使い切れてねえなーっていう感じしながら、毎日ゲームしてますね。アプリゲーム。<laughs> やっぱ、 早そうっすね。まあでもなんか画面でかいからな。ゲームとかしやすそうですね。なんか綺麗とは言われません。画面が綺麗って。はいはい。やっぱでかくて綺麗みたいな。でもやっぱ画面の綺麗さってやっぱり、あの、フィルムだと思うんですよね。フィルム割と。<laughs> リアルに。そう。あの、フィルムがこれて言うと汚いっすよ。<laughs> <laughs> マジで。それを実感したんですよ。はい、もう本当新品同様になったんで。<laughs> すごいなーっていうのが、やっぱり最近のアップデートですね、僕の。じゃあ。フィルムをきれいにしたら人生が豊かになると。そうですね。それはもう間違いなく言えることなんで、<laughs> 皆さんにはそれをやってもらいたいなっていう。う思ってますね。はい。結構、もう1時間ぐらいなんで。はい。あの、<laughs> 今,日<も笑>今日も。今日も。ダラ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 しちゃっただけですけど。 まあまあ、ほぼほぼ格闘技の話ですね、今日は。そうですね。っていうんで、まあ、また、やりますかね。また。で、あの、<laughs> 問題は、僕がこれを、あの、全く、アップできてないですなで。<laughs> 第一回さえまだ来てないですからね。1> 第一回もまだなんで、まあ、この第二回も、まあ、どうかなっていう、お蔵入り。お蔵入り。にならなかったらいいなで。<laughs> でも、僕の SSD の問題がやっぱあるんで、<laughs> うん、それがやっぱ一番のネックですね。それだけちょっと、やりながら。はい、ま。やりますよ。今度こそ。<laughs> 今度こそ。<laughs> 今度こそもう3度目、2度目の正直ということで。SSD 整理して。SSC 整理して。もう30機が空いてるんで。はい。なんとかなるとは思いますけど。楽しみにしてます。いや、そうですね。で、本当は今日ちょっともうちょっといろいろあったんですけどね。あの、ノイズキャンセリングの話と、 はい、稲森の哲学っていうのもね、あの、話したかったんですけど、<laughs> <laughs> ちょっとそれは次回に。次回。えー、そうですね、いろいろちょっと、話そうとしてたことはありましたけど、結局ちょっと <laughs>、トレーニングの話が、早くなら、ね、まあ一番の収穫としては、はい、もう運動したら人生が豊かになるということでしたね。そういうことですね、確かに。まると、はい 僕はあんまそこを実感しないんで、ましかも次回までに。しかもじ、<の>自分を追い込むくらい運動したら、そこっすね。さらに豊かになると。確かに、それ、そこやな。だ僕が追い込みきれてないから、結局、その運動のかもしれない。追い込み具合が足りないから、人生が豊かになってないんじゃないかってことです。はい、かもしれないですね。じゃあちょっと、 ちょっとやってみますよ、この日曜日。あ、日曜日行けるか行く予定なんですけど、<お>プールに。はい、ちょっと、追い込むぐらい、泳いでみます。じゃあ、次回そのレポートを待ってる、はい、そうですね。っていうところで、今日のところは一旦。はい。ありがとうございました、はい、誠さん。ありがとうございました。